雨の中の行軍は気配を隠すのに一役買いますが、体には負担がかかりますね。風大雨の中を歩けば精神が研ぎ澄まされる。しかし雨が止んだ後は急いで服を乾かした方が良いでござるな。城内爆破は反省室、怪我人いるところに陣団長あり。キラキラしてる。